ちなみに、うん、これも結構質問で多かったんですけど、ふむ、はあはあ、ちゃんの一日教えてもらっていいですか。一日、はい。でも寝て起きて案件あるとかお仕事とかはして帰ってゲームして寝るって。え、何時に寝てるんですか。ね、でもその次の日の予定にもよるかな。あ、次の、だいたいそのお仕事案件入れてもらうのがだいたいお昼とかから、夕方頃まででお願いしますって言ってんだけども、はいはい、その時はお仕事やって、はいはい、でもあの20時か21時から配信してなんやかんやして3時か4時、はいはい、長いっすよね結構ね。やる時はがっつりやるけど、でも次の日もしなんかお昼にお仕事あったらちょっと早めの1時とかに寝てみたいな。あ、でも1時に寝て仕事行ってるんだ。そうだ、1時に寝てとかかな。でもまあいいや、徹夜で行こうって時もあるしね。徹夜で来てる時ある、ね、でもすごいんが、徹夜で来ても何にも変わんないんだよ。何も変わらない、何も変わらないね。そう、しかもふむちゃん、うん、ずっと安定してて。そうだね、なんかやばいってなってるふむちゃんマジで見たことない。ない、確かにないかもしれないな。ないっすよね。ないな。でもこのもうすぐね活動5周年だけど、この5年間で喉壊したこと一回もないわ。ないっすよね。ないないない。そう、それはめちゃもう唯一の自慢かもしれない。いや本当にふむちゃんはう、うんうん、もういつ何時もなんか時間通りに、うんうんうん、あ、なんかこんにちはみたいな感じで来て、うんうん、そしゃげしながら、そうそうそう、で打ち合わせの時間になったら台本、はい、うんうん、台本見てもビビったりしないんだよふーちゃん。あ、なかなかないね。わかりましたぐらいだもんな。で、なんか、はい、はいはい、大丈夫ですか、ちょっとこういうのがあるんですけど、うん、はい大丈夫です、はいはいはい、え、なんかビビった仕事とかないんすか。ビビった仕事、あ、でもそのスコダワのラジオとかでゲストで声優さん来るときはやっぱちょっとビビったりはするかな、はいはい、あ、緊張するんだ。緊張はするね、そのあたりは。でもまあやんなきゃなってので、はいはい、最初は緊張するけどやり始めたらやっぱ仕事にスイッチが切り替わるから、はいはいはい、やんなきゃってなるかな。え、でも本当に、うん、その MC もうブレないじゃないですか、うん、なんか、そのまとめるの激うまいやないですか。あ、いやでもみんないて頑張で、やっぱスマちゃんとか、そうポラちゃんとかもそうなんだけど、はいはいはい、盛り上げるのが上手い人がいると、あ、はいはいはいみたいで、むしろ盛り上げてくれるからこっちはやりやすい。いやいやいや、やりやすい本当に。スマルいつも、うん、まあなんかそれこそ、うんうん、なんか何人かで集まってやるみたいな時に、うんうん、収集つかなくなった。この爆発しきったやつどうやってまとめるんだろう、ふむちゃんって思ってても、うん、なんかスーって収束させていくからはいはいはいみたいなんでね。すげえんだよなマジで。いや、スマちゃんもできるよきっと。いや、スマルは結構でかい声でセンスみたいなところあるんではーいって確かに、はーいみんな聞いてでもふむちゃんは、うん、声張らないんすよ MC で。そうだよ、張らないね、あんまりね。でも、うん、はいはいはいって言われると、うん、あ、静かにしなきゃって静かにしなきゃ、で次に次行くよみたいなね。いや、そうそうそう、もう先に進めちゃうみたいな。いやだから、うん、もうふむちゃんがいたら何してもいいってみおちゃんも言ってる。ありがたいね。でもまあしわかみと一緒だとまあ安心っていうか、まあ、あ、大丈夫だわと。確かにマリンちゃんとかも言ってくれるから嬉しいよね、うん、そう、安心感がマジですげえ。ありがてー。え、なんか気をつけてることとかあるんですか。あー、気をつけてることか、そうか。でもなんか面白いことやっぱ言いそうになってたら、はいはい、どうぞってなるし、はいはいはい、あ、ちょっと長く伸ばし、なんか伸びそうだなって思ったら一旦ブツッと切っちゃうってのも、あるかな。それがいっちゃ難しいやってるふむちゃんマジで。そうなんだよ、そう、だからちょっとあんまり難しいんだよね。見てる人にとってはなんか、あ、ちょっと話の途中だったのにみたいなのもなるから、かぶせちゃったみたいな、かぶせちゃったなるけどね、ごめんねみたいな感じで、そうそう、時間時間みたいな感じで、そうそう思いつつも、まあ、できるだけそのやっぱり見てる人もなんか嫌にならないような切り方をしてあげる。確かにそうだね、まあ、できたらいいなとは思ってるかな。難しいけどねそのあたりもね。でもそれがちょっとすごいんすよね、うん、すごいのかな。ふむちゃんは、ちなみに、うん、なんかその今後、うん、なんかやってみたい、もうめちゃめちゃいろんなお仕事されてると思うんですけど、はあはあ、やってみたいお仕事とかあるんですか。やってみたい、なんだろう、やってみたいこと、難しいな。バンジージャンプとかやべえってやらない。え、でもなんでスワルさんと一緒にバンジーしてくださいっていう仕事来たら、でもそしたらそのマネージャーに、スバちゃんのマネージャーに、すいませんいいですかっつって、これ一緒に飛ぶと見せかけてスバちゃんだけ落とすのどうする。最悪やマジで。ドッキリさせる、ドッキリさせる、ね、それが
ばいやろみたいな思って、いやいや回避能力高すぎるでしょまとか言っちゃうかもしんないけども、バンジーはちょっとあれだなでもなんだろうな、でもなんでもいいや、やらせていただけるならって感じ。